こんにちは。このコーナーは神尾亮さんとナナフィスさんの顧問税理士である堀先生に株、FX、仮想通貨など投資、そしてビジネス全般、また個人の副業も含めて税金やら節税やらについていろいろと教えてもらおうというコーナーです。はい、堀さん今回もよろしくお願いします。お願いします。今回はですね、電子帳簿保存法についていろいろちょっとまた堀さん教えてもらおうと思うんですけども、今までの神尾 TV のこの動画でもお伝えしてきた通り、ちゃんと対応しないと実はもう罰則が出ると。そうです。青色申告取り消しさせられて、最悪税金がめちゃくちゃ増えちゃうと、だから対応しなあかんということなんですけども、まあ例えばね、ずっと言ってますが、領収書とか PDF を超えてきたのをじゃあもうちゃんと保存しなあかんか、印刷して紙でやったらもうアウトと。そうですね、罰則っていう、いやいやいや、PDF で保存しなあかん。でも、はい、その PDF もちゃんと保存方式もめちゃくちゃちゃんと決まってて、決まってる、もうとりあえず僕たちの事務作業増える。でもちゃんとやらなければ今って罰則になるとね。えなんかバックアップとかも何個も作っちゃいそうやね、うん、そんな。でもそれはなんと補助金で乗り切ることができる。補助金超える。マジちょっと明るい話でいいっていう話を今回堀さんがしてくれそうなので、実は補助金もいうの国かお金もらって、それで対応できちゃうという、おうおうおう、まあ、裏技みたいなのがあるそうなので教えてもらいたいと思います。聞こうじゃないかもらう方は、もらう方はもう気分上がります、ね、うん、聞こうじゃないか。ではね、その本題に入りまして、一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください、うん、今まで神尾 TV ではコロナについて日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やばすぎる裏話なんかやったんですけども、それやったらダメということで YouTube さんにめちゃくちゃ怒られました。そうなんですよ。そして今 YouTube のルールでテレビで言っているような話しかしたらダメ、反対意見などは一切禁止っていうね、ある意味言論統制ができてしまいました。そのためコロナについて自由に発言ができなくなったので、今別の動画サイトで最新情報をお届けしています、はい、実は YouTube では内容がやばすぎて消されてしまった動画もいくつもあるんですが、そちらの動画サイトで復活させてます。すでに新作動画が50本以上ありまして、YouTube へ裏話を思いっきりやりまくってます。こちらはメルマガでのみどう見る方法をお知らせしてます。YouTube で本当にこれ以上得ませんので、大切な情報を見逃さないためにも、まだの方はぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。もちろん一切費用はかかりません。完全に無料です。そして、その消された動画の内容は、絶対にあなたが知っておいてほしい内容です。特に女性の方は必ず一度は見てもらいたい情報となっております、うん、ちょっとめんどくさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数おかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。取引先とのやり取りの多くがインターネットで行われるようになって、うん、長い目で見れば紙を使った取引はなくなって、うん、電子取引へと移行していくと思います、うん、はい。そういった状況の中、令和4年から実施されている電子帳簿保存法は、電子取引の紙出力が廃止され、罰則も強化されていますが、罰則は2年間延長となりました、うん、しかしその延長の期限も令和5年で終わり、令和6年1月1日から罰則が始まります。はい、もう始まってるんですね。法律はスタートしてますけど、うん、罰則は来年の1月からになります。知らない間に始まってた。始まってた。だから今許してもらっている状況なんですね。そうです、うん。法律違反ではあるんですけど、うん、罰則はかからないっていう状況ですね。へえ。じゃあ法に触れてるのね、僕。そう、触れてます、触れてます。はあ。犯罪者。もう犯罪者だよ。堀さんぐらいしかちゃんとやってない。お前で全員ほとんど犯罪者やねこれだったら、うん、中小企業にとって非常に難しく負担の大きい制度に強制的に対処して、していかないといけないんですが、うん、ついに対処方法が出ました。おしかも補助金が使えます。お今回の神尾 TV では電子帳簿保存法の対処方法と補助金のお話をさせていただきます。やったここを決まってたよまず簡単に電子帳簿保存法の内容をちょっとお話しさせていただきますね、はい、うん、契約書とか請求書など、うんうん、ビジネスで交わされる文書の電子化が日本ではなかなか進んでません、うんうん、その原因の一つに税務調査において紙の原本保存が義務付けられているからだと言われています。まあ確かにそうですね、うんうん、これ日本だけなんですか、もしかして。じゃないんですかね。ねえ、ちょっとした企業行ったらもうその帳簿置く部屋があって、もう何人分のファイルがあ、そうです、バウチャーがブワーなってるじゃないですか。なってます、なってます、うん、それ普通ですよね。でも、うん、
だって昔あれですもん、なんか契約書に PDF で送ってきて、うん、すいませんけどあのお宅のプリンターで紙で印刷して、うん、ハンコついて郵便で送り返してください、ね、めんどくさい逆にめんどくさいそうでもそっちの会社からしたら税務調査の時にその紙がいるから そっかそうしてもらわなあかんということなんですよ。なるほどね、まあ、それだけこうね税務調査が問題になって電子化が遅れてるっていうことのためのこの改正なんですね、うん、なるほどなるほど。で、電子帳簿保存法の大きな改正が行われて電子取引に関する領収書のルールが大きく変わりました、うん、で電子帳簿の保存法の内容を大きく分けて3つある、うん、1つは自分とこで作ったデータをデータで保存できる、うんはい、これできる規定なんですね、うんうん、で2つ目紙で受領した書類をスキャナーで保存できる、できる、これもできる規定なんです、はい、できる規定、うん、だからやらなくてもいい、おお、なるほどなるほど、してもいいよっていうだけの話で、問題は3つ目、うん、電子データで受け取った領収書を電子データで保存しなければならない、うん、これできる規定じゃないんですよ、うんうん、しないとダメだよ、怒るよ、罰則をかけるよっていう、まあ、メールで領収書送られてきたとしたら、はい、それを紙に印刷して保存してアウトってことね、アウトっていうことですね、うん、なるほどね、しなあかんからね、しないといけない、うん、でも紙でもらったやつはスキャナーして取り込むか取り込まないかは自由ってことですね、自由です、うん、絶対取り込まないですよで3つ目はね、しなければならない規定なので、うん、法人個人関係ないです、うん、全員が対象になります、はい、やらないと罰則です、うん、例えばネットショップで買い物をして、うん、ウェブサイトで入手した領収書を PDF で保存してるだけではダメです。え、なんで？ウェブだい、あのちゃんと名前をつけないとダメなんですね。検索できるように。でさっきも亮さん言ってましたけど、印刷して紙で置いといてもダメ、はい、電子取引については電子データで保存しないとダメ、うん、なおかつ税務調査で分かるように名前をちゃんとつけないとダメ、はい、まあ、その税務調査で検索できるようにしないとダメなんですね、うん、なるほど、まあ、もし税務調査の時にそのファイルが、うん、何やったっけなってこう検索で引っかからんかったら、うん、ダメっていうことですか。もうそうですそうです。おお、はあ、まあ、税務調査でもね大変なんでね、その要は PDF ってよくなんか、うんうん、わけのわからん数字の羅列やったりするじゃないですか、はいはい、そうですね、あれ見ては何の領収書か分からへんから、分からへん、だからいちいち全部の PDF ファイルを開かないと税務調査にならないならないですね。だったら、うん、もう1日2日で終わらないので、そっか、うん、うん、っていうことですね、うん、ファイルとか見てもね、何が中身書かれてるか分かんないですからね、分かんないですからね、うん、なるほどな。だからもう名前だけで中身がある程度分かるような名前をつけていかないとダメっていうことですね。あと電子データの改ざん防止っていう規定もあるんですよ、うん、はい、一つ目はタイムスタンプといって電子データが改ざんされてないことを認定された業者に証明してもらうこと、うん、当然ですけどお金かかります、うんうん、二つ目はデータを訂正した時に記録が残るシステムを使うこと、うん、これもお金かかります、うん、はい、うん、これあすいません、領収書の中のデータを後から変える時っていうことですよ、金額とか例えば。そうですそうですそうです。それはできないようにする、できないようにしないと、うん、なるほど。だからアマゾンから1000円の領収が送ってきたのに勝手に改ざんして100万円にするみたいなことがあればダメなわけじゃないですか、うん、まあそりゃそうです、うんうん、で紙やとなんかこうね、まあ、ゼロ付け足してやったら分かるけどそれ電子データやともう訳の分からんようにできてしまう可能性があるわけですね、うんうん、ああなるほどね、うん、だからそういう偽造っていうか後で書き換えてませんよっていう証明をちゃんと第三者にやってもらわなあかんってことですね。やってもらうとかね、めっちゃ面倒やんか、うんうん、でもね3つ目だけは簡単なんですよ、うん、改ざんしませんよという書類にサインするだけ、うん、国税庁のホームページにひな形があるので、うん、それにサインするだけで OK です、うん、これだとお金はかからないです。え、何それそんな絶対悪い人とかやな、こんなん書いてから改ざんしやるやん全員それやるやん、なんか変なとこざるなんですねまあそこはもうそれでええかみたいな感じで適当に決めた感じありますね、なんかね、はあ、いやでもこれもいつかちゃんとしなくなるかもしれないですよ。ああそうですね、最初はそれでやって、ほんまやほんまや、違反者がいっぱい出たから、うん、認定、認定マークもらいましょうみたいな、うん、じゃあ認定事業者は天下り先でええやつ、うん、ああそういうやつか
あるある絶対ある。でもそこで改ざんしませんっていう書類にサインまでしてんのに改ざんしてたら、めっちゃお前悪いやつやってなるんちゃいます。あ、罪も重くなる。そうね、なるかもしれない、ね、させといてで、そうしてもう一つの要件である税務調査で検索できるようにする、うん、でこれは日付とか金額とかの範囲指定ができることとか、うん、2つ以上の項目を組み合わせて検索できることっていう要件もあって、うん、結構ハードル高いんですよ、うんうん、なんかヤフオクの検索とかにね求められることみたいな感じですねこれね。それを自分のパソコン内でできるようにするってなかなか大変じゃないですか。なかなかね、うんうん、でテンプレとかあったら結構みんな喜ぶんちゃいます？そうです。そのシステムをもう開発できてます。あ、そうなんですね。その話は後で。あ、なるほど。はい。さっきの話はあれです。その2つ以上の検索の組み合わせっていうやつは、うん、調査の時に電子データを税務調査の調査官に渡してしまえば、うん、それは2つ以上で検索できなくてもいいようになります。うん。うんうん、あだから、うん、SD カードとかに入れて、そうですね、そのファイルごと全部渡してしまえば、 OK ってことですね。なるほど。それでも日にち金額相手先をファイル名として、うん、一つ一つの PDF に名前を付けるっていうことが必要になります、うんうんうん、例えば2023年4月1日に Amazon で1500円の本を買いました、うん、では PDF の名前としては2023-0401 Amazon 1500っていうファイル名にするということです。なるほど。これを一個一個全部にするの大変じゃないですか。大変やな、うん、これは一例ですけど PDF ごとにこういう形式で保存しないと保存要件を満たさないことになってしまいます、うん、だから今までやったら、まあ、紙の用紙をそれをもらって、まあ、それはある意味置いとくだけでもよかったんですけど、はい、それまず A さんとかに渡せばよかったんですけど、はい、これから自分で PDF でもらったら、はい、それは紙に印刷しちゃダメ、うん、でファイル名を一個一個変えていかなあかん。そう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 。アマゾンで100件次買ったら100回やらなあかん。そう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 。アマゾンだけちゃうしな。っていうことですよね。そういうことです。なんという負担増。物の買うのが億劫になりますね。ね、買わなくなりますよね。いや買わへんでこれ。いや買うけど。この保存要件を満たしない場合は青色申告の取り消しになる可能性があります。はい。めっちゃ厳しいやん。そうです。白色になるってことですか。あ違う。そうですそうです、白色になります。うん、青色申告の取り消しされると、うん、何やっていうと水減課税されちゃうんですよ、うん、おーおー、青色申告の特典としては、うん、帳簿から税務調査を始めないといけないという特典があるんです、うん、でも白色になると水減課税って言って好き放題できちゃう、うん丸裸にされちゃうって感じですか。そう、もう、まあ、相手の言いなりになっちゃうっていう感じですかね。うん、これだせこれだせみたいな感じでっていうよりも相手が、うん、まあ、七不思さんはじゃあ1億円儲けてますって、うんうん、相手が勝手に言えるってこと、あなるほど、推計っていうのはそういうことなんです。してませんよとか言うても、うん、もうそっからもう偉い調べ方もされても仕方がないってことですね。仕方ないですね、白色やったらなんか怖いな、うん、でただその青色申告の取り消しは令和5年の12月31日までは延期になりました、うん、でこれね聞いた話によるとあるソフト会社の社長が今これを実施したら多くの経営者がついてこれないので、うん、2年間延期してほしいと掛け合ったらしいです、うん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 、でその間にソフトを開発するからっていうことで、うん、2年間延期になったっていう話を聞いてます。なるほどね、その会社の営業マンから、うん、でそのソフトがついに出来上がってきました、うん、現在はベータ版で税理士と一定の人しか使えないですけど、うん、もうすぐ正規版がリリースされます、うん、でそのソフトを使えば電子帳簿保存法はクリアできるので、うん、青色申告の取り消しのリスクはありません、うん、私の事務所ではその国に掛け合ったと言われている社長の会社のシステムを使ってます、うんうん、でまたいいことにこのシステムの導入には IT 導入補助金が使えます。よし使おう、使いましょううん、うん、で電子帳簿保存法改正に対応するツールの導入費用を補助金 IT 導入補助金を使って対象できるので、うん、IT 導入補助金というの自体はもともと業務効率化を目的とした IT ツールの導入コストを一部補助する制度なんですね、うん、まあ例えばねホームページ作ったりとか、今はホームページほとんど持ってるから物販のサイト持ちましょうとかね、うん、そういうやつに今使われていることが多いですよね、うん、そうね、うん、
ただこれさ、国がやっといたことに制度作って国税金使いましょうって話ですよね。そうですね。お前らなあいう話だな。まあ、そんなことないか。ソフト会社の当然天子誰も言ってるですわな。じゃないと2年も延期してくれるわけないよね。絶対に。はあ、そうですか。なんかまあ、また上の方でくるくる回るシステムの一環ですよ。回転ドアになってるわよな。まあこれもまあ下からこんなああだこうだ言ってもしゃあないから、うん、もうね、法律で決まったもんやからやるしかないけどさ、こういうのからもなんか、ね、まあ、おかしい国やなと思わなくなるもんね。まあ、続けてください。 IT ツールであれば何でもいいわけではなくて、うんうん、事務局に登録されてる IT 支援業者が事前に事務局に認定を受けた IT ツールでないとダメなんですね、はいはい、でなおかつ生産性向上に貢献できることとなってます、うんうん、ちなみにうちの事務所で使ってるシステムはこの IT 導入補助金が使えます。おお、電子帳簿保存法が改正されたことで電子取引のデータの保存を適正に行う必要があります、うん、ただし適正に行うためには相当労力がかかります、うん、非常に手間のかかる電子帳簿保存法なんです、はい、ですよね。本来電子化というのは業務の効率化のために進むものだと思いますが、うん、この法律のおかげで電子化すると余計な仕事が増えて業務が非効率になってしまいます、うん、お笑いですね。そこで今日お話したようなシステムの導入は必要不可欠だと思います、うん、はい、そしてこれらを聞いておられる方が中小企業の経営者なら IT 導入補助金を活用してシステムを導入し、うん、電子帳簿保存法に対応しましょう、はい、皆さんの会社はどうされますでしょうか。今回お話した電子帳簿保存法に関しては今回も新たな情報が出てくれば神尾 TV で情報発信していきますので、事業されている方はチェックしてください。はい、お願いします。もうだって来年からでしょ。パソコンでの、はい、もうやっていかないと。やっていかないと。そうですね。めっちゃ嫌いながら渋々みんなやるって感じやな。もうこれがだから今からインボイス対応していって、はい、慣れとかんとね、ある程度電子帳簿保存法も対応していってやらないともうダメなんですよね。ある意味ね、そのシステム会社が作ったシステムっていうのが、うん、まあ、もともとそれが目的だと思うんですけど、インボイスと電子帳簿同時対応みたいなシステムなんですよ、うん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 、それ使ったら両方対応していけるよみたいな感じですかね、うんうん、まあ、でもそんな特殊なシステムではないんですね。簡単です、簡単です、うんうんうん、ポッとこう入れドラッグ&ドロップしたら勝手にこう入れて、そうですそうです、名前つけてくれるとか、はい、まあ、そんな自作はできますよね。自作は IT 補助金もらえないですから。あ、そうや、あ、はい、補助金くれ。 IT 補助金もらえるのは天子が言ったところだ。うまいな。補助金くれ。なるほどなるほど、うん、そうかそうか、まあこれは対応していくしかないです ね、 ですね。これもまあもうビジネスのやってるうちでの変化というふうにもう割り切ってですね、ちょっと対応していきましょうか。文句言ってもしゃあないしね。そうですね、会社潰すかっていう話になってくるしね、うんうんうん、まあ、でも今年はそんな大きな来る2個も来るってことなんですね。そうですね、うん、どうすればいいんだ、うん、堀さんに頼むしかない。あ、ほんまや。何やこの茶番。まあ、僕自身はそのね、もう20年以上ずっと堀さんに税金のことをお任せしております、うん、そんな神尾亮と名古屋の顧問税士である堀先生にですね、顧問税士になってほしい、または税金や経営の相談をしたいという方はですね、堀さんのウェブサイトや連絡先などはその動画概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧ください。お願いします。無料相談会をやっておられるということで、はい、ます、オンラインも対応しておられるということなので、北海道から沖縄で OK ということです、はい、またね、もう今でもなく堀さんのとこではもうインボイスとか電子帳簿保存法の対応はバッチリです。はい、堀さんに任せればいいんじゃないか。まだ実際にご契約されるときにはですね、神尾 TV を見たと伝えていただくと、確定申告など年1回契約の方は 10% オフ、うん、年間の顧問契約の方は初月無料になる特典を神尾 TV の視聴者さんにだけ特別につけてもらっております。はい、まあ、堀さんの連絡先もう一度言いますが、動画にあるので興味の方はぜひチェックしておいていただければと思います。でこれからもインボイス電子帳簿保存法をはじめですね、いろいろまたいろんな、ね、税金に関する変化って出てきてますんで、最新情報は堀さんに解説してもらいたいと思います。動画ここで見られて、まだチャンネル登録されてない方は登録もお願いします。高評価ボタンを押してお願いします。お願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味もここまでぜひ一度見てみてください。インスタグラムやツイッターなどのリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。100万円クイズ、えー
え、当てるで、おい、今日悪いけど、悪いけど当てるで、簡単やから1万円かもしれない、うん、今ちょっと金に困ってるから、当てるで簡単なクイズだね、1万円クイズです、当たれば1万円、5万円にしてやる気にならないまあ山とかね、海とかあるじゃないですか、あるある、森ってあるじゃないですか、あるね、林ってあるじゃないですか、ある、森と林の違いは何でしょう、えっていうクイズです、謎謎、いや違う、ちゃんとしたクイズです、あ、その広さとか面積とかそういう話、あ、それでいいですか、え、違う違う違う、あ、そういう、そんなざっくりした、じゃあのじゃ森と林って違う字当てら、漢字当てられてるし、言葉も違う、うんうん、でもイメージとしてはどう違うかな、ちゃんとした区切り、ちゃんとした違いがあります、へえ、あ、その木が一本多いとか少ないとか、そう、あ、漢字で言ったら、そう、それでファイナルアンサー、いやいやいや確実にそれは、まあ、そういうことですよね、正解ですよね、だって違うやん、いや、じゃあもうちゃんもうそれは漢字でそれは謎謎じゃないか、ちゃうのね、ちゃうのね、でも漢字で木一本多いってことは何が違う、実際の森と林は何が違うんですか、木が多いかどうかでしょう、あ、それでいいですか、わかった何かが違うんだよ、よし、もう言っていてください、僕もオチを言うわけじゃなくて本気で当てに行くどうですか、5万円クイズですよ、5万円クイズ、森と林、うん、何が違う、はい、出れるか出れへんかどっちが出られへんの怖っそんな怖いとこあった、もう樹海しかないやん森って日本中の森は森じゃなかったんだああ素晴らしいな、俺もお家に持ってきたからな、ね、森さん何やと思います、森はこう木が3つこうあるじゃないですか、感じてたら、感じてたら、うん、山みたいやから、うん、山のやつが森、うん、林は横に木が2つ並んでるから、うんうんうん、平地のやつが林、あ、なるほど、なるほど、高低差の、高低差、さすが高低差、理論的に攻めてああ、なるほどね、うん、あ、俺ね、うん、あれ、うん、まあ例えばあれですよね、この面積とかいうのは、まあ、このクイズになるほどでもないっていう感じで、わかんないですよ、いや、もちろんね、うん、うん、何かちょっとひねっていきたいわけなんですけれどもエンタメなんだよね、うん、エンタメなんだけどねちゃんと当てにいかんだからね、当たったことないからね僕こういうやつ、うん、やっぱり木の本数ちゃいます、何本以上が森になる、それは分かりませんそういうジャンル、そういうジャンル、そういうジャンル、木の本数でこの決められている、どっか、ね、どうやって木の本数どっ決める、だからもうこの面積に対する、そう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 、木の本数みたいな、そういうのでもう真面目に答えちゃった当たってんじゃんこれ、あ、なんと正解者、おお、さすが堀さん、おお、なんやねん、なんやねん、実は意外ですけど、ゆいちゃんがですね、なんやねん、ちゃうんかもう、でも正解者いました、お、七星さん、なんやねん、なんやねん、100倍にしといたらよかった、まあ、いろんなあれがあるんですけど、森は自然なままの森と言います、うん、人間の手が加えられてるのを林と言います、おへえ、なんだ、え、じゃあもう広大な、うん、あの敷地で木がたくさんあっても、うん、人の手が入って植林とかされとったら、もう基本林って呼びます、へえ、なんかみんなやる気なくなったいや、これはエンタメとして盛り上げていく、そしてちょっとした雑談で知識をつけていこうってコーナーなんで、本気で取られへんかったことを悔しがってくれて、こうなんですよ、もう次のやつ見てる方に共有をちょっと上げてもらおうっていうコーナーなんで、いやでもね、そんな知らんかったね、森は、森はだから原生林的な、まあ、人間があんま自然に手加えてないような形とかね、なるほどなるほど、でもなんか森と林がなんか漢字が違うことは分かるし、言葉は違うことも小学生でも分かるけど、うん、実際の区別はあんま曖昧やったからちょっとクイズにしてみました、確かに林とか使ったことない、え、林とか使ったことなくないです、使ったことないって、俺森も使ったことないどういうこと使う林を使う森を使うの意味が分かる気に食わないやつだったら森に呼び出して出てこられへんようにしてるのがいいですか
すぐ呼び出す抜け出せるか抜け出せへんかで、ね、ゆいちゃんに森に呼び出されたらやばいですよ抜け出されへんとかもう出られへんとか美濃、ね、は森に呼んでいきましょうこういうふうにたまにクイズやってますんで、はい、もう100万円当たるんですよ100万円、うん、よし当たることないですけどね誰もね、じゃあこれはまあ結構な見えてきていると思います、引き続き見ていただければと思います。ではまだ方はチャンネル登録と高評価ボタンぜひ応援もよろしくお願いいたします。